事件を。私たちが部屋の中に入った時、すでに犯人の姿はありませんでした。縄を使って逃げたにしては早すぎるのではないでしょうか。でもその前に私が引き戸越しに声をおかけしましたから、それで察して逃げてしまったのかもしれません。それに縄伝いに降りるだけでしょ。そんなもの大した時間もかからないんじゃなくて。確かに私たちが踏み込む前に逃げ出した可能性は十分にありますね。考え直します。それは、十和子さんが朝まで飲酒していたということです。酔った十和子さんの行動は予測できなかった。もしかしたら酔いを覚ますため河原へ出ていたかもしれない。それなのに犯人は十和子さんと出会うかもしれない河原へ逃げようとするでしょうか。確かに彼女は酔っていたが、河原に行くかどうかなんて予測できなかったんじゃないか。私も見ておりましたが、十和子さんは河原には出て行かれなかったかと思います。第一、酔っ払い一人の証言なんて当てにならないのだし、目撃されたところでどうってことなかったんじゃなくて。それもその通りですね。もう一度考え直します。それは朝7時に三沢さんが父を起こしに来るということです。確かに私は昨日も朝7時にお部屋に伺いました。あ、待ってくれ。もしそれを知っていたら入り口から逃げるのは危ない。むしろ河原へ逃げようというふうに考えるんじゃないか。犯人は宿の人に見つからないように縄を準備していたように思えるんだけれど。確かに、もう一度考えさせてください。それは十和子さんが朝まで飲酒していたということです。酔った十和子さんの行動は予測できなかった。もしかしたら犯人は十和子さん。信じたくなかった。でもあなただったんですね、助水さん。どうして私だと。あなたがこの宿に来たいとおっしゃったのは、父を殺す機会を伺ってたから。そう考えると、すべて筋が通るように思うんです。残念ながら私は昨夜そこの二人の騒動を聞いている。仮にあの縄を使って河原へ逃げたのが偽装工作だったとして、そんなことを私がすると思うか。確かに。そうか、ずっと私が犯人に見えていたのだな、吉野。
それはすまなかった。ジョスイさん、私は決定的な過ちを犯してしまったようでした。そして父を殺した犯人の正体にたどり着くことはなく、やがて事件の真相はすっかり闇の中へと紛れてしまったのでした。あやめさん、あなたです。私？ちょっと待ってよ、私は昨日の騒動の当事者よ。この人と会ってしまうかもしれないというのに、どうしてわざわざ河原に逃げるの？あなたは冴田さんの奥様です。仮に見られたとしても言いくるめられると思ったんじゃないでしょうか？だとしても無理よ。だって私メガネがなかったんだもの。そんな状態で縄伝いに河原に降りて逃げ出す、そんな危険なことできやしないわ。それは、それにいくら僕でもあやめを見かけたらかわいきれないよ。あんたそれどういう意味じゃ。とにかくこんな素人探偵に任せておけないわ。警察を待ちましょう。私は決定的な過ちを犯してしまったようでした。そして父を殺した犯人の正体にたどり着くことはなく、やがて事件の真相はすっかり闇の中へと紛れてしまったのでした。冴田さん、あなたです。おいおい、もし僕が犯人だったらどうして河原へ逃げるんだ？メガネを探すという口実で河原に出ていても不自然ではないからです。裏を返せば僕しか怪しい人物がいなくなるようにわざわざやったっていうのか？それ以外に可能性が。だとしたら河原に怪しい人物がいたとかそれくらいの嘘はついたさ。どうしてわざわざ自分に疑いを向けなければならない？そうですよね。吉野、お前には付き合ってられないよ。皆さん、警察を待ちましょう。私は決定的な過ちを犯してしまったようでした。そして父を殺した犯人の正体にたどり着くことはなく、やがて事件の真相はすっかり闇の中へと紛れてしまったのでした。この宿の女将、ミサオさんです。そんな。でもそもそもこの部屋に踏み込むときミサオさんと一緒だったんじゃ。そこはきっと何かしらの偽装工作をなさったんでしょう。でも彼女昨日私たちが言い争ってるところに来てたわよね。先ほどの話だとその話を聞いた人間がわざわざ河原に逃げたような偽装工作をするかしら。第一、彼女には動機は全くない。そうです。初めてお会いする方をどうして私が殺さなければならないのですか？それは。吉野、いくらお前でも失礼に程がある。出て行きなさい。私は決定的な過ちを犯してしまったようでした。そして父を殺した犯人の正体にたどり着くことはなく、やがて事件の真相はすっかり闇の中へと紛れてしまったのでした。
おじさまはあの窓から飛び降りて逃げたんです。あの高さから？君は人間を何だと思っている？大怪我をするぞ。縄を張っていながらそんな危険を犯す理由がどこにある？縄はただの見せかけだったんです。だから私たちが踏み込んだ時にはすっかり姿を消すことができた。ではそうかでしょう。だが私には無理だ。なぜなら私は今朝まで休館の対応をしていたのだよ。でも勝手な憶測で犯人扱いされてはたまらん。ここからは警察に任せようではないか。おじさまはそうやって逃げるつもりですか？元英が死んだ今私はこの場では長なの。みな異論はあるまい。では吉野、まずお前には出て行ってもらおう。その後おじさまがどのような説明を警察にしたのかは知る由もありませんが、こうして彼は逃げおおせてしまったのです。決め手が足りなかったばかりに。おじさまはやはり縄で逃げたんです。朝のうちにこっそり戻ってきてらした。疑うのは構わないが、そんなにすぐバレるような単純な嘘を私がつくとでも？確認したまえ、私は確かに今朝まで休館の対応をしていたのだよ。でも勝手な憶測で犯人扱いされてはたまらん。ここからは警察に任せようではないか。おじさまはそうやって逃げる。私たちが踏み込んだ時、おじさまは部屋の中に隠れていたんです。この部屋に隠れる場所があったとでも？確かに普通なら気づいてしまうでしょう。ですが窓には縄が垂らしてあった。私たちはその縄にまず目がいってしまい、隠れていたおじさまに意識が向かなかった。残念だがそれは無理だ。ジョスジさん、どうして？部屋の中にいる可能性は私も十分に考えた。その上で誰もいないことを確認したのだ。この部屋には確かに誰もいなかった。でも勝手な憶測で犯人扱いされては。まあそ、よしよ、行ってもらおう。鉄瓶は窓を割るために使われたんです。窓は割れていないと思うが、怒ってもない話を持ち出されても困るな。だったら違う理由があったはず。でもわからない。Thank you.
逃げ。鉄瓶は河原にいた人を狙うために使われたものです。もし誰かが外にいたら目撃されてしまう。それを避けるためにまず鉄瓶で気絶させて。なぜ縄に結ぶ必要がある？その方が確実に狙えるんじゃないかと。運の要素が強すぎるのではないかね。それに実際鉄瓶が当たった人はいたのか？今のところは誰も。机上の空論だな。ではあの鉄瓶には他の意味があるんです。それは何かが分かりませんが。あの花瓶は今朝この部屋に戻ってきて探し物をしているうちに倒してしまったんです。私が今朝この部屋にいなかったことは先ほども話したと思うがね。でもそうとしか。ならば私はやはり犯人ではないというわけだ。いや、この部屋におじさまがいなかったという前提に立ってもう一度花瓶が倒れた意味を考えてみます。面白い。そんなものがあるなら言ってみろ。あの花瓶はお父様と揉み合ううちに倒れたんです。だがお前たちは今朝あの花瓶が倒れる音を聞いたのではないのかね。それはそうですが。矛盾だな。源英が死んだのは昨日だろう。もしその時に花瓶が倒れたのであれば音の説明がつかない。ならやはり花瓶は今朝倒れたんです。その理由は分かりませんけど。おじさまがこの宿から逃げる途中で誤って落としてしまったんです。つまりそれに何か証拠が残りそれを持ち去ろうとしたというわけか。ええ、そういうことです。そんなに重要なものならなぜ落とした時に拾わなかった。そんな灰皿を落としたら音も立つし気づくだろう。それは断じて私はそのような灰皿を持ち去ってなどいない。だったらこの灰皿には違う意味があるんです。どういう意味かはちょっと分かりませんけど。上流からたまたま流れ着いたものだったんです。それはなおさら事件とは無関係ではないのかね。
そういうことになりますが。事件と関係ないものをなぜ今持ち出した？いや、関係はあったはず。もう一度考え直します。おじさまは本当に患者のところにいたのでしょうか？気になるなら聞いてみればいい。時間の無駄だと思うがね。よろしいのですね。ただし、私が本当のことを言っていると確かめられたら、その時にはどう責任を取ってくれる？責任？これだけの無礼、ただで済ませるわけにはいくまい。身の潔白に自信がおありのようですね。それなら別のことを確認します。万年筆が本当の凶器だったからですよね。おいおい、万年筆で人が殺せるとでも？先が鋭ければ十分可能です。さっき幻影の死体を見てきたが、とても万年筆で刺したような傷跡ではなかった。ちゃんと見たのか？そんなことは。警察に調べてもらっても構わない。傷口は一致しないだろうよ。そこまで言うなら、万年筆は凶器ではなかったのでしょう。でも万年筆は使えず、鉛筆を借りなくてはならない理由があったはず。それはきっと三沢さんに話しかける必要があったからですよね。何をだ？それは宿を離れたということを誰かに伝えるために。だとしたら、どのように私が犯人という証拠になるのだ？どうやらこの理由ではなさそうですね。それなら切れた電球です。おじさまは犯行時電球を壊してしまったんです。電球はあらかじめ切れていたのではなかったかね。おかみ、そうだろう。ええ、変えなければと思っておりましたので。聞いたが、私と電球には何の関係もないわけだ。さて、どのようにしてそれを証拠と言い張る？それならこれはどうですか？この火鉢です。火鉢は朝まで燃えていました。誰かがずっと部屋にいたと思わせるために、あなたが練炭を継ぎ足したんでしょう。何を根拠に言っている？それは証拠でなく推測だ。しかし、第一、この火鉢なら何もせずとも明け方まで火は保っただろうよ。わざわざ炭を継ぎ出す必要もない。ならばこちらが証拠です。あの灰皿です。あれが河原に落ちていたことこそ縄の仕掛けが使われた証拠です。それが何だ？その仕掛けは私でなくったってできたんだ。私が犯人であるという証拠にはなるんだろう。でもおじさま以外にあの仕掛けを使う意味があった人がいません。それを警察が聞いて私を捕まえるかね。ただの推測以上のものではない。第一、仕掛けなどはなく別の理由で灰皿が落ちた可能性だってあるわけだしな。だったらこれです。100年前に死んだんです。ですがその意思は何者かに受け継がれた。不老でも何でもない、ただの人間です。一体いつその継承は行われたんですか？50年前に犯行が再開していることを考えればその前後でしょう。年齢を考えると親父と弥生さんしか候補がいないが。でも旦那様は毒を盛られた被害者ですし、
弥生さんは赤い椿を用意できなかった。いないじゃないの、そんな人。だったら今の赤椿は三代目ということです。だったらって、もしかしたら四代目かも。はるか、みんな真剣にあなたの話を聞いてるのよ。もう一度考え直しましょう。はい。A 山は確かに赤椿でした。温泉宿で彼が持っていた赤い椿がその証拠です。でも A 山は確実に殺されたんだぞ。フロートフシは違うんじゃないか。死んだふりだったとか。それに温泉宿で吉野さんたちが見つけた赤い椿も引っかかる。あれは A 山が置いたものなのかしら。何の話ですか。俺も気になってたんだよな。なんかしっくりこないっていうか。それって重要ですか。すごく重要だと思うけどな。そうですか。じゃあ考え直します。じゃあって。A 山はただ赤い椿を持っていただけでした。でも赤椿じゃなかったらなんで椿の花を持ってたんですか。それは赤い椿を持っていたなら赤椿と考えるのが自然なことじゃないかしら。そうか、 A 山は花を愛するいい人だった。すみません、間違いだったようです。もう一度考えさせてください。いくら好きでも花を折るのは感心できませんね。ねえ。A 山は他の誰かから赤い椿を受け取っていたんです。そんなことどうしてわかるんだ。 A 山はそこまで赤い椿に執着していない様子でした。おそらく人から渡されたからだったんじゃないかと。執着がないかどうかは読んだ限りだとわからないんじゃ。印象論だし証拠としては弱い気がするわ。うん、もっと論理的な理由を考えます。
赤椿は A さんが独断で源を殺害したことを知らなかったんです。自分が殺そうとした時にはもう源は死んでいた。赤椿にとって A さんの犯行は想定外だったってこと？多分そうでしょう。でもその根拠はどこにあるんですか？根拠？根拠がなければ納得できませんよ。え、根拠どこかにあったかな。赤椿は源英を自らの手で殺したくなかったんです。それは源英に対して忠誠心を持っていたからですか？ええ、あるいは好意か。だとしたら自分の手ならずとも命を奪うのはためらうでしょう。なんだか行動に一貫性がない気がするな。そうですね、違ったか。その人物とは榊助水です。でも助水は赤椿を追ってたんじゃ。待って、温泉宿の事件が解決した後、助水と A さんは激しく言い争っていた。助水が赤椿なら A さんは助水の正体をバラしたんじゃない？仲間割れした感じでもなさそうだし。二人とも細かいこと覚えてますよね。いや、さっき読んだばっかりだから。分かりましたよ、もう一度考えればいいんでしょ。その人物とは A さんの息子である冴田です。赤椿が A さんでないとしたら次に怪しいのはその人物。親子で共犯とは何とも大胆な。何か証拠でもあるんですか？証拠？もちろんありますよ。聞かせてください。じゃあ一旦トイレ休憩に。何も思いついてないんじゃない？当てずっぽで話しちゃダメだよ。すみません、もう一度考えます。
その人物はあやめです。なんだって、その理由は？おそらく彼女は叡山と玄英を殺し、志島の財産を奪おうとしたんです。え、いや、佐永太が後を継ぐんだ。もしその理由なら、殺すべきは財産を受け継いだ後の佐永太じゃないか。あ、本当だ、その通りですね。あなたが持っていたミステリー作家としての力はどこに行ったの？もう一度考え直します。十和子は A さんとの関係に不満があるようでした。温泉宿での様子を見ると、ずいぶん振り回されたようです。彼女は A さんを殺す動機があった。確かに十和子には A さんを殺す動機はあったかもしれない。でもだからといって赤椿とまでは言えないんじゃないか。動機があれば十分でしょう。だったら佐江田にも動機はあるんじゃないですか。叡山とはあまりうまくいってなかったようだし。じゃあ佐江田と十和子の共犯です。じゃあって、動機じゃなくて赤椿だということを直接示す証拠はないのかしら。どこかにそんな手がかりがあったような、なかったような。十和子は叡山の死体を見つけた時に第一発見者のふりをしていました。だから彼女が赤椿なのではないかと。第一発見者のふりをしたから赤椿？なんでそうなる？それはうまく言えないんですけど、何か手がかりがあったような気がして。私は遥の直感は正しいと思う。でもそれとは別に、十和子が赤椿だという論理的な理由はないのかしら。論理的な理由、ダメだ、もう一度考え直してみないと。十和子は叡山が殺された時、吉野さんに疑いを向けようとしていました。これは赤椿だからこその行動ではないかと。でも死体のすぐそばにいた人を疑うのは自然なことでは？吉野には父親を殺した叡山に恨みがあったわけだし、疑われるのは仕方ないかもしれない。まあ
そうとも考えられますよね。何か論理的な理由はないのかしら。十和子が赤椿である論理的な理由、なんだろう、思いつかない。赤椿は暗い部屋に入りたくなかったんです。暗闇を恐れていた？だったら明かりを持っていけばよかったのでは。提灯の一つぐらい宿にあったでしょう。それもそうですね。では他に避けていたものが。しがらき焼きのタヌキです。赤椿はそれを恐れていたんです。タヌキは人を化かしますからね。茶釜に化けて綱渡りをしたり、人のいい老夫婦を騙しておばあさんを殺してしまったり、そんな怖い動物を赤椿は。遥さん、それ以上喋らない方がいい。どうしてですか？どうしてですか？A さんが殺された時、その死体のそばには踏みつけられたマッチ箱があったんです。これは A さんが踏みつぶしたものだったんです。 A さんはどうして？ミイラ事件の後、 A さんはタバコを取り出そうとして十和子に止められています。 A さんは同じくマッチを使おうとして止められて、それで踏みつぶしたんです。つまりこれは十和子と直前まで一緒にいたということを示しています。マッチを使おうとした、タバコを吸うためか。だとしてもわざわざ踏みつぶす必要はない。死骸はいいだけの話だ。確かに。ではあのマッチには別の意味があったんです。もう一度考えてみます。吉野さんの記述を読むと、 A さんは血を頭から流していました。きっとそれが致命傷だったのでしょう。親密な関係の十和子だからこそ、殴り殺せるほどに距離を詰めることができたんです。こっそり A さんに近づくことぐらい十和子じゃなくてもできたんじゃないか。決定的な証拠とは言えないな。言われてみればそうですね。もしか。
A さんはよくタバコを吸っていた。トワコはそのタバコに毒を持って殺したんです。関係の近いトワコだからこそ実行できた計画です。いや、 A さんの死体は血まみれだったんだぞ。どう考えても毒で殺したんじゃない。毒を飲ませて殺してから頭を殴って胸を刺したんです。なんだそら。どうしてそんなことを。毒殺をごまかすため。わざわざ。すみません、もう一度考え直します。犯人は陽子さん、あなたですね。私？待って、はるか、陽子さんが毎日してること思い出して。え、毎日？ああ、あのことでしたら私は犯人ではありませんね。あ、そっか。はるか、ちょっと落ち着いて。もう答えは出てるでしょ。今気づきました。犯人と考えられるのはたった一人だけ。他の人たちは犯人にできないことをしている。そう、でももう手遅れかも。無実の人を犯人呼ばわりしたあなたのこと誰も信用してくれないと思う。ですよね。私はまだ考えが足りなかったようです。本当の犯人は一体誰なのか。全ての手がかりは揃っているはずです。もう一度正しい論理の道をたどらないと。犯人は草刈さん、あなたですね。私ですか。待って、はるか、あのぼや騒ぎのことを思い出して。え、草刈さん、あの時どこで何をしていました。やめてくださいよ。もう一緒に火消したじゃないですか。そういえば、そっか。ちょっと落ち着いて。もう答え考えられるのはたった一人だけ。こと誰も信用してくれないと思う。ですよね。ほんもう一度。吉野、犯人は光則さん、あなたですね。僕が。待って、はるか、さっきの地下室のこと思い出して。地下室。そうだ、光則は今話した犯人の条件には当てはまらないんじゃないか。あ、そっか。はるか、今気づき、私たちは犯人くれないと思う。よし、犯人は和永さん、あなたですね。俺か。待って、はるか、あのぼや騒ぎを思い出して。彼は犯人じゃない。え、タバコの不始末反省してるよ。あ、そっか。
毒を仕込んだ犯人はあなたで間違いありません。今言ったでしょ、良英さんが毒を飲んだ、そう連絡を受けてから私はここに来たんですよ。連絡がある前からここに来ていたのかもしれません。だとしてもこっそり台所へ行って急須に毒を入れるなんて無茶です。誰がいつ出入りするかもわからないんですし。それはたまたま誰にも見られなかったんじゃないでしょうか。いや、どうかな。急須にお茶を入れたのはあの探偵だ。毒が入っていたなら絶対に気づいたはずだ。毒を仕込んだのは私じゃないでしょ。そうみたいですね。でも何？いえ、弥生さんにはあの探偵を殺す動機がありませんでした。それを言ったら私も動機がないのだけれど、動機があるかどうかなんて外からは分からないものじゃない。でもそれならこれです。弥生さんには振り子トリックを作り上げる理由がありません。それが何？理由があるからそうしたんじゃないの？それとも私がその理由を知ってるとでも？知りませんか？知らないわ。ではこれはどうですか？それはあなたのカバンです。きっと殺害に使われた毒薬などが出てくるはずです。好きに調べたら。でもあなたたち素人が毒と薬の区別をつけられるの？ダメだ、今の俺たちには彼女の持ち物を分析する手段がない。ならもっと単純な方法で証明するまでです。それはあの探偵殺しに使われた植木鉢です。調べたらあなたの指紋が出てくるはずです。そう、どうぞご勝手に。多分何も出てこないわ。この人がそんな分かりやすい証拠を残すわけがない。それじゃあ別のもので証明しましょう。あなたはあのナイトクラブで起きた事件の犯人なんです。ナイトクラブ？犯人？どこにそんな証拠があるの？はるか、さすがにそれは無理があるわ。サーヤさんも自供してるのよ。あの事件の真相に赤椿が関わるような部分はなかったと思う。では事件とは直接関係ないところで理由があったんです。それは違う、違う。これじゃない。違う。